はいはい、どこだ、アマンダは、いた、ダークアマンダ。I'm sorry for what happened, but we can still work together. 助けられなこと、助けられなかったこと、謝ってるね。Me and this. Do you remember it? 悪魔のペンダントつけてるね。I don't think that was a good thing. I tamed it then and made it my own.あ、悪魔の力。ああ、あのモンスター自分のものにしたのか、アマンダが。ああ、あの時のアマンダが取ったかけらをあのつけてるのか、ペンダントみたいにつけてるのか、こいつと戦うのか、マジで。どうやって倒すの、これ初見殺しじゃないよね。フリーエネルギーを使うのか。テスラザエクスペリメントリーチなんとかって書いてあったから、これを使うのか。なんか引き寄せられるものはないか。あ、こういうことね。なるほど。スーパーマリオのクッパみたいな感じか。スーパーマリオ64のクッパみたいな感じで引き寄せて、あそこに当てると。あれ、あ、待って待って待って。このモンスターが、まあ、鉄でできてるってこと。お、食らった。やった。食らったぜ。鉄かなんかでできてるってことは分かった、このボスが。よしよし、来い来い来い。どうした、あれ、また回復しちゃった。 あの苦しんでる間に倒すってこと。ボス戦も1時間ぐらい悩んでたんですけど、分かりました、簡単でした。超このスイッチよね、4箇所スイッチがあって、スイッチを全部オンにしてからやるんですけど、あの怪物と戦う必要は全くなかったんですよね。なんか1時間無駄にしたっていう、ゴールドリワードは3時間ぐらい無駄にしてるんで、まあマシですけどね、そう考えると。まあ、テスラのマシンをね、パーフェクト状態にして、完璧な状態にして、そして、あとは、なんか丸い玉が4つ出てくるじゃないですか。あの青い玉、青い玉をやる前に、まず、この怪物をね、ちょっと引き寄せて、まあ、一回消えさせる。一回消滅させてから、こうやって、4つの玉を、あえ、待って、ちょっと、4つの玉を、こうやって、そして、あとはグラップルで、やれば、はい。クリアです。これがアーティファクトだったみたいだね。アーティファクトを取ったらあの怪物が消えるというわけで。なるほど。全くほとんど怪物と戦ってないよねっていう感じでしたけど。お、なんだこれ。なんかコールオブデューティー2みたいだな。コールオブデューティー2、こういう配管を通って戦うシーンとかが好きでしたね、結構。コールオブデューティー2持ってるんですよね、またやろうかな。 PC 版持ってるんですよ。よし、クリア、やったー。リワード全部コンプリート。ゴールドリワード1個、シルバーリワード3個、ブロンズリワード5個、
よし、全部コンプリートしました。よし、それでは、次はどこか分かりません。では、ありがとうございました。